ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。2011年のアメリカ、丈太郎の娘空城ジョリーンは無実の罪によりグリーンドルフィンストリート刑務所に収監された。それは天国へ行く方法を求めるエンリコ・プッチの仕組んだ罠だった。プッチの野望を打ち砕くためジョリーンは仲間たちと共に刑務所を脱獄した。だがプッチはケープカナベラルの地でジョリーンたちを待ち構えていた。重力の向きを変化させるスタンドシームーンを伴って、ここは建物がひっくり返っているのか。いや、何、地面が傾いている。あれは何かの施設のようだが、ケープカナベラルの地に影響を受けたプッチの新しいスタンド、重力の方向を狂わせるものだと思ってたけど、まさか人を操ることまでできるなんて。お姉ちゃん、逃げなきゃダメだ。逃げて体勢を立て直さなくては。あの二人が敵に回ってしまったなんて、今のままじゃ勝ち目はないよ。ダメよ、逃げることはできない。ここで逃げたらプッチは求めているものに到達してしまうわ。おい、今ここで何が起きている。この異様な重力は何だ。あなたは丈太郎さん。よかった、無事だったらね。何かおかしい。若いわ。それにその格好は。おめえら俺を知ってるのか。やれやれ、前にもこんなことがあったな。何年先なのかは知らんが、俺はこの時代にもいるってことか。お姉ちゃん、二人が来たよ。エルメス、話す。異変に巻き込まれた口だな。
おい女、その二人は仲間だったかもしれんが、今は敵だ。スタンドを出して構えろ。まず奴らを倒す。あんた、なんか知ってるの？ジョリー、あんたをぶちのめっせ！分解してやる。オープンだけ！逃がしてくれ！いいぜ。やましいぞ。接近パワー型か。なんて攻撃的なコンビなの。
さてと。奇妙な確信が感覚としてある。歳も見た目も全然違ってしまっているけど、この人は父さん。九条丈太郎だわ。エンポリオ、何を言ってるんだこいつ。誰だお前は。なぜジョリンにくっついてる。この人は私の父さんよ。はあ、なんだと。ジョリン、なんだって。正気を失ってるのか。スタンド攻撃を食らったか。それはさっきまでのあんたたちでしょ。違うわ。自分でもぶっ飛んでるって思うけど、ジョースターの血が感じるの。この人は九条丈太郎、私の父さんよ。僕は丈太郎さんを見たことがある。この人には確かに丈太郎さんの面影があるよ。確かに俺は九条だが、娘だと。やれやれ。しかし玉げるのは後回しにするとして、おいジジイ、なんじゃ。あ、また頼むぜ。またって、また説明するのか。わしが亀から人が出てきたぞ。その手のセリフはもう聞き飽きたぜ。そのジジイについていきな。人使いが荒すぎるぞ、まったく。あれ、もう少し近寄ってくれんかね。おい、おめえも入りな。この戦いで死んだはず。ジョリン、君には悪いが、ここで消えてもらう。ウェザー、俺の呪われた人生に関わったことが君の不幸だ。まずい、あれは悪魔の虹、ヘビーウェザーだわ。おい、さっきの二人と同じだ。奴はお前を始末しようとしている。分かってるわ。信じたくないけど、どうやらそのようね。
やることは一緒だぜ。ええ、元に戻すためにウェザーをぶちのめす。何もかもめちゃくちゃにしてやりたいんだ。オープンだけ。二人で行くぜ。二人で行くぜ。クッキーズがたまげたぜ。やれやれ、とてつもねえスタンドを使うやつだ。ウェザー、目を覚ましてもらうわよ。ジョリーン、俺は戻ってくる。この世の全てをぶっ壊すために。ウェザー待って。消えたわ。光の中に逃げられたか。そのあんたのことなんて呼べばいいかわからないんだけど、ひとまず父さんって呼ばせてもらうわ。今何が起きてるの？プッチンの能力が原因かと思ったけど、そうじゃないのね。時代と世界を超えてこの場所で巡り合うことになるとは。空城城太郎、プッチ、はじめましてと言うべきかな、城太郎。もっとも私が1988年のお前と出会うのはこれで2回目だがね。何？あれは…鳥…ハヤブサ？プッチとか言ったか。てめえ今奇妙なことを言ったな。俺がてめえとすでに会ったことがあるだと。知る必要はない。説明したところでお前には理解できない。プッチ、お前を天国に行かせるわけにはいかない。お前がこのケープカナベラルで必要としているものを与えるわけにはいかない。ジョリン、その天国とはこの世界の私が求めていたもののことを言っているのだろう。それはもういらない。私には不要なものだ。
何？私が本当に求めていた天国は他にあったのだから。私はそれを見つけた。いや、彼に、我が友に見つけてもらったのだ。私は苦難の道を歩み続ける殉教者ではない。真実の道を得た天国の住人なのだ。私はあまねく世に知らしめねばならない。彼の生み出す真実の尊さを、素晴らしさを。なんだと？言っただろう、知る必要はないとな。我が友と天国のためにお前たちをここで全身全霊を込めて倒す。ってわけわからねえことしゃべくってんじゃねえぞ。あいつ言ってることがまるで変わってしまってる。新しい天国をたたえよ。オープンだけ食らえるかよ。してぶっ倒せぞ。希望を失ってはならない。希望は強い勇気であり、運命に立ち向かう源。人間の幸福において克服しなければならないのは私と我が友にとってのそれは。共に行こう。気に入らない奴はとりあえずぶん殴る。この辺り？そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。気に入らない奴はとりあえずぶん殴る。この辺り？そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。やれやれだわ。二人で行くぜ。え？そのまま眠りな。たまげたぜ。
今までのプッチとは別人みたいだわ。説教の言葉がよく聞こえねえからよ。もっと大きな声でいいな。強いな。夜空に輝く満天の星を見たことはあるか。全ての星々は互いに引き合うことで一層輝き、その光を増していく。お前は引力を信じるか。人と人との間にも引力があるということを。プッチ、何を言ってる。お前たちには計り知れないことだろうが、私たちは真の天国に至る唯一の道に到達した。この世の全ての人類が真の幸福に導かれるための道、アイズオブヘブン。何？聖なる遺体の光に導かれるがいい、空城丈太郎。お前たちが遺体を全て集め終わったその時こそ。楽しみにしているぞ、丈太郎。お前らが彼の作り出す真実にひれ伏す時を。どうやら今のやつは異変に巻き込まれているのではなく、異変を引き起こしている側の存在ってことか。やれやれ、真実だの上書きだの意味ありげなこと言いやがった真実、上書き、仲間が敵になり、倒したはずの敵が蘇る。真実の上書き。共鳴だ。近くに聖なる遺体があるようだな。3個か。うわ、何これ。父さん、詳しいことは亀の中でさっきのジジイに聞きな。それと
父さんってのはやめろ。おめえ俺より年上じゃねえのか。それ以外にどう呼べばいいのよ。前みたいに親父とか。後でいろいろ聞かせてよ。やれやれ。何ですか？何？これは？なんだ？おい、何が起きたんだよ、丈太郎！弾かれたみてえだ。光のひびに入ろうとしたらな。これはどういうこった？多分だけどよ、ここから先の時代には行けるやつが限られてるってことかもな。なんだそりゃ。光のひび自体が壁になって通る資格のねえやつを弾いてるんじゃないかと思うんだ。資格ってのはなんだよ。そんなのどうやって調べればいいんだ。この音は遺体の共鳴だ。誰だ、誰の遺体が鳴ってんだ。え、これ俺かよ。僕もだ。どうやらジョースターさんとジョースケだけが次の時代に行けるみてえだな。別行動を取るのですか？危険なように思いますか？大丈夫、遺体に従ってここまで来たんだから。ジョースターさん、気をつけなせ。ありがとう、スピードワゴン。頑張ってね、ジョースカ君。任せとけって。ちょっくら行ってくるぜ。それで二人が戻ってくるまでの間、俺たちはどうするんだ？そうだな、この森王町で待機ってことになるかな。待機？あれ、どこに行くんですか？ちょっとね、その辺を歩いてくるわ。
お嬢さん、この店でドルは使えませんよ。よろしければ円と両替して差し上げましょうか。本当？助かるわ。手数料は？結構です。手数料はいりません。その代わりといってはなんですがね、私とちょっとしたつまらない賭けをしてくれませんか。あなたが勝ったらお金を倍にしてお返ししますよ。賭け？賭けなら自信あるけど。観光客相手のしょぼいイカサマカードで私をカモにするつもり？賭けなんてものは何でもできるもんですよ。時間はかかりません。例えばこのコインを弾いてテーブルに落とし、表か裏かを言い当てる。どうです？簡単だけどスリルあるでしょ。そうね。じゃあ表。わかりました。私は裏にかけましょう。それで私が負けたらどうするの？お金はいりません。代わりに魂なんかどうです？魂で。魂？ちょっと何この男、素で言ってるの？キザなこと。ご返答は？いいわよ、それで。グッド。楽しくなってきた。ところで、その首筋、随分珍しい形のあざですね。え？星といえばそう。星を表現するのに奇妙な言い回しがあるのをご存知ですか？空に天国があると信じられていた昔、星とは地上を覗く穴から光が漏れているものだと考えられていたそうで、何だったかな。そう、確か Eyes of Heaven。 おっと、裏になりましたよ。おい、あまり一人でうろうろするなよ。異変による刺客が来るかもしれない。てめえダービー、ジョリン、その男から離れろ。もう遅い。払ってもらいましょうか。あなた賭けましたよね。確かに自分の魂を。賭けというのは人間の魂を肉体から出やすくする、そこを奪い取るのが私のスタンドの能力。こんな説明はお前には不要だったかな、ジョ。両面とも裏か。安っぽいイカ様使いやがって。安っぽいイカ様で十分だったよ。親に似ず不注意な娘だ。
度胸あるじゃねえか、ダービー。わざわざトランプを用意するなんてよ。もう一度ポーカーで再起不能にしてほしいようだな、翔太郎。あの時私はお前のブラフに負けた。屈辱だ。許せない。あれ以上の屈辱はない。自分が許せなかった。お前に精神的に屈した自分を呪った。二度とあの時の惨めなダービーには絶対に戻らない。私はあのお方のために来たのではない。ギャンブラーの誇りを取り戻すためにお前と戦うのだ。城太郎、ポーカーでの勝負を申し込む。お前の娘の魂をかけて。いいだろう。では例の言葉を聞かせてもらおうか。俺の魂をかけよう。グッド。オッケー。オープンザゲーム。ゲームを始めよう。私の名はダービー。 D-A-R-B-Y。 D の上にダッシュがつく。 OK! Open the game!ここは様子見で。怖い怖い、その表情。さて、私はカールだ。グッド。勝負。なんだ。ジョリーンの魂が戻ったか。てめえの負けだぜ、ダービーお見事。私はお前の娘の魂を奪い、お前はそれを取り返した。これでイーブンだな。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。このまま無事に帰れると思っているのか。無論帰るとも。今までだって何人もの敵に逃げられただろう。てめえ、城太郎、今の私は実に気分がいい。
お前が以前と変わらず強者であると確認できたのだから、だから一つだけ忠告をしてやろう。あのお方と出会ったのなら絶対に戦うな。あのお方の能力に太刀打ちすることなど絶対にできない。真実の上書きってやつか。ほう、あのお方のスタンドの秘密を知っているのか。いや、言葉だけで真の意味までは理解できていないと考えるべきかな。もし戦えばお前は魂さえも残さずにこの世から消し去られてしまうだろう。この世に存在しないという真実に上書きされてな。私はお前の魂を抜き取ってコレクションに加えたい。だから忠告してやるのだ。ではまたお目にかかれることを期待するよ。私、あれ、賭けに負けて。やれやれ。しかし真実の上書きか、どんな能力なのか見当もつかねえぜ。